左利きの彼氏に揉まれまくってんのか。いや普通に彼氏右利きじゃね。後ろから揉んでる可能性を捨てるな。え、最近この女飽きたって思ってたけど久しぶりに見たらやっぱり好きになった。心臓ある方がでかくなるんだっけ。体が心臓守ってるんよ。天然の証拠。最近小さくなってきてるんよ。姫菜ちゃん対マジで200点。でも顔たまにってなる。すでにドラマの俳優食ってる感ムンムン出てるわ。マジで NTR された感覚になるからそれ言うのやめろ。心臓の鼓動で大きくなるってことはずっと振動を与えてれば誰でも巨乳になれるってことでもあるよな。振動を与えたら脂肪燃えて小さくなる説もあるからわからん。童貞おっさんばっかりでくさ。マジで姫菜ちゃんがお小さいし足長いし乳でかくてケツもでかいとかいう神スタイルなんよな。ドラマでも顔小さいから他の女より可愛く見えるわ。俺が右乳を育ててバランスをとってあげたい。この子の母乳だけで5キロ太りたい。ブラボー！